雪印メグミみ力日本ミルクコミュニティ日本ミルクコミュニティ株式会社はかつて存在した牛乳、飲料などの製造と販売を行う日本の企業、旧雪印乳業、全国農協直販系、ジャパンミルクネット系の3社の新入事業を経営統合して設立された。2009年10月1日には旧雪印乳業との経営統合により設立された。 持ち株会社、雪印恵み力の子会社となり、2011年4月1日には、旧、雪印入業とともに、雪印恵み力へ、吸収合併された。同社は2011年4月に、雪印恵み力に吸収合併されるまで、私入事業専業会社であった。私入事業においては、明治入業、森永入業に次ぐ3位である。背景には、 1990年代からの国による乳業事業の再編合理化計画に加え、2000年に発生した旧雪印乳業大阪工場製乳製品による雪印集団食中毒事件、さらに食中毒事件後の2001年から2002年にかけて発生した雪印牛肉偽装事件によって壊滅的なダメージを受けた。 旧雪印乳業の救済を主な目的として旧雪印の死入部門と同様に農協系乳業メーカーである全農と全楽連の死入部門を統合する形で設立された。なお、全身企業の一つである全楽連では1996年に長岡工場や宮城工場で脱脂粉乳や水を加えた成分無調整牛乳を出荷していた。 不祥事が発覚した。また、もう一つの全身企業である全農でも、2001年に、同社の神奈川中楽工場で製造された牛乳の中に大腸菌群が混入していた不祥事があった。これら2社の不祥事も、旧、雪印乳業とともに、事業再編、統合された原因の一つと言える。同社は、牛乳、乳飲料以外にも、ヨーグルトや生クリーム、 ジュースデザートを製造する、新入事業専業会社であった。一方で、チーズ、バターなどの乳製品の製造は行わなかった。これは、同社が、旧、雪印乳業の新入部門を中心としてできた会社であり、チーズ、バターのなどの乳製品の製造は、旧、雪印乳業が引き継いだためであった。日本ミルクコミュニティが販売する商品のブランドには、 メグミルクという新ブランドが使われ赤いパッケージでブランドイメージを一新しているが雪印牛乳、農協牛乳、全楽牛乳などの従来ブランドもごく少量ながら現在も製造、販売されている。その他、旧全農や全楽連の流れでコンビニなどのプライベートブランド商品、ドールなどの他社ブランドの製品の生産も行っている。活のように 地域限定で発売している製品も存在する。代表的な商品、特色のある商品としては以下のものがある。なお、これらの製品は雪印メグミルクに、称号変更後も継続販売されているが、フリーヨーグルトがセリキン SP 株と生きて届けるビフィズスキンヨーグルトは統合直前の2011年3月29日に、メグミメグミブランドに統合され、 前者は、めぐみめぐみ長くとどまるガセリ SP、乳酸菌ヨーグルトに、後者は、めぐみめぐみ生きて届ける、ビフィズス菌、カプセルヨーグルトにそれぞれリニューアルされた。現在国内において創業中の工場は以下の通り、括弧内は、各工場の所在地と製造工場を記号、委託分閉鎖された、工場2009年12月当時、トキオのジ,ョージマシュゲルを、 イメージキャラクターに起用した企業 CM を放送していた全国農協直販に関するカテゴリーありがとうございます。